2匹目の主ポケモンをぶっ飛ばすため、東3番エリアに入ったミツナは、キツネの嫁入りに会いながら、巨大なミミツと開口した。途中で駆けつけたペパーのデバフ効果も受け、見事、主ポケモンをぶっ飛ばし、新たなスパイスを得たミツナは、大量のサンドイッチを頬張りながら、ペパーの相棒ポケモンが大怪我をしていることを知った。ジムやスターダンなんかよりも先にやることがあったのだと、猛省するミツナであった。うなれ、ハイヨル鉄槌。水も滴るいいミツナ。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム実況者のミツです。始まりましたポケットモンスタースカーレットゲーム実況、いよいよ第10回目となりました。ついに2桁に入っていきましたね。ついに10回目か、早いもんです。とは言ってももうすでにねクリアしてる方も多いと思います。発売してから早もう2週間以上経ってると思いますので、もうね得の通りクリアしてるぜって方も多いと思うんですけれども、相変わらずねゆったりとやっている私ではございますけれども、さて前回はですねこちらですね、東3番エリアにいた主ポケモンをぶっ飛ばしておりました。ミミズズのでかい方でしたね。で、見事ぶっ飛ばしまして、またコライドのね力を得たんですけれども、それ以前にペパーくんが相棒のポケモンのね病気なのかな、怪我かを治すためにスパイスを集めてるっていう話を聞いたので、これジムバッジとかスターダンよりも先にペパーくんのポケモンを助けてあげた方がいいんじゃないのかなっていう気もしてしまいました。ただ残念ながらしばらくまだ主ポケモンは出てこないと思いますので、残念ながら今回はジムバッジで我慢しておきましょう。さて、先に今日の目的を言いますと、ここですね、この南6番エリアっていうところに行ってみたいと思います。ベイクジムに挑戦しよう。ベイクジムリップ。別名、マジックマキアージュ。エスパータイプの使い手。ジムリーダーの中でも上位の強さ。大丈夫かな？なんかね、ここの説明文見ればなんとなく回る順番わかるからちゃんと見とけって言われたんですよね。そんな厳しい口調じゃないけど、見とけばわかりますよって言われたんで、見ておこうと思ったんですけど、これ上位の強さって言われてるね。まあ、いけんじゃね？まあ、いけんだろう。うん。ってことで、今回は、なんでそんなに自信があるかと言いますと、はい。スタメンがレベル45になりまして、全員、こんな感じになっています。で、カナウちゃんがついに最終進化を果たしまして、デカヌちゃんだって、自分の体よりも大きいハンマー持ってますね。で、持ち技はじゃれつくブンマース、デカハンマー、ラスターカノンということで、まあなんだかんだスタメンは悪タイプの技を持ってる子がちょいちょいいますので、活躍してくれるのかなと思います、今回に関しては。特にね、相棒が辻斬りを覚えてるので、今回はまた相棒が活躍するのかなと思っております。前回の発光ジムでも、見事ね、進化を遂げた相棒がフルボッコにしてましたけれども。今回も活躍が見れることでしょう。そしてですね、今回はですね、ポケモンめちゃめちゃ紹介しなければいけないので、動画の半分が紹介になると思ってください。すいませんが。一応ね、パッパパッパと済ませていくつもりではいますけれども。さあやっていこう。まずこのボックスさんにいるのが、基本的にボックスにいるポケモンたちは全員レベル40を目標にレベリングしてました。で、まあ、見せる必要ないか、わざわざ。ここにいるね、ポケモン4体についてはレベル40以上の進化になるので、まだまだレベリングが必要なポケモンたちです。そして、こちらボックスの4にいるのが、レベル40にレベル上げしているときに、進化してしまって、そこからもう進化する必要がないポケモンたち。要はレベリングする必要がなくなったポケモンですね。はい、まずゴルダック、アクラが進化しました。そして、つぐみ、ファイヤロー。ファイヤローといえばね、この特性炎の体だっけ？で、よくね、卵を温めてもらってました。エコー、ゴーゴーとですね、はい、進化することができました。はい、モッツリー。ムクホークですね。ダイパの時にスタメンに入れてた方は多いんじゃないでしょうか。各言う僕もそうでした。そして、はい、バンビー。春の姿の芽吹き鹿が用意できました。頭にね、桜が咲いてますね。で、こちらが夏の姿。やっぱり、進化した姿も違うんだね。こっちはすごいもっさりしてますね。夏だけに。そして、早見。オリーバー。なんかすごいね、実ができてるよ。この一つ一つの実からまたミニーブが生まれたりするんですかね。それはそれで面白いけどね、設定としては。
そして、ヤブタ。見事な豚になってくれました。今回のポケモンは豚が多いですね。ブーピック。そして、もうなんじゃこりゃって感じなんですけど、フリフル。フリルポケモンがこんなになっちゃいました。クエスパトラ。なるほどね。鳥になっちゃいましたね。エスパータイプの。そして、ドータくん。なんだかんだね、ドータくんはおすすめされることが多いんですけど、なかなかね、使う機会がなくて残念に思っておりますけれども、こんな感じですね。そして、なら、火炎獅子用意できました。まあ、Y のね、Y じゃねえや、X か。生配信プレイの時にもね、活躍していたこの子でした。そして、バツマル。アーマーが、おそらく XY ではなく、ごめんなさいね、今日間違えるな。剣盾か。剣盾の時にね、スタメンに入れてた方多いんじゃないでしょうか。こいつの色違いがかっこいいんだよな。そして、こじお。巨ジョーン。なんか、キャシャーンみたいな言い方してますけど、巨ジョーンですね。まさに巨ジョーって感じなんですけど、お城になっちゃいましたね。お城っていうかなんかピラミッドっぽいけどね。そして、スメル。はい、スカタンクですね。臭くなっちゃいました。はい。モルフォンですね。コンパンが進化できました。レベル31で進化ですね。意外と中途半端な数字でびっくりしました。そして、サッシー。チルタリスですね。今回はメガ進化がありませんので、これ以上モコモコすることはないでしょう。そして、アレクサ。あのホラグサというポケモンに進化しまして、お目目とお口がパチパチとしっかりするようになりましたね。で、この子はレベルではなく、まあ一応レベルっちゃレベルなんだけど、連れ歩きがね、必要でして、またね、たくさん連れ歩いておりまして、レベル1だけ上げて進化させてきました。そして、ハマちゃん。はい、ヤドランですね。通信交換ができませんので、ヤドキングにすることはできませんでしたが、代わりにヤドランに進化させました。そして、チャク。ジュペッタに進化できました。レベル37でした。はい、すごいで。まあ、ドキドイでですね。中にいるちっこいのがさらにちっちゃくなっちゃいましたって感じですね。そして、トーマス。石炭山。なんかね、岩穂の、なんかサイドンに頭なんかモコモコついてよみたいな感じのルックスしてますけど、こんな感じになりました。岩と炎ですね。そして、ビビリ玉が丸舞に進化できました。もうおなじみですね、こいつも。そして、はい、銅像ですね。はい。大王道になりました。鋼タイプのままです。そして、ジバコイルですね。前回捕まえた、前々回か。ごめんなさい。捕まえた2位をですね、進化させてきました。レアコイルまではレベル30で進化して、その後に、3名の時のイメージがどうしても強かったので、なんか例えばポリの大峡谷でレベリングとか、どっか特定の場所で進化させるのかなと思ってたんですけど、雷の石で十分のようでした。なので、雷の石を使って進化させてきました。そして、前回捕まえていたメロロンですね。進化してブロロロームになりました。これは、炎の、スターダンが使っていたポケモンでしたね。ただ、あれなんだね。これが本体で、周りに装飾としてなんかでっかいトラックみたいな感じになってたけど、あれはなんか特別な姿だったんですね。本体はこんな感じでした。ブロロロームですね。鋼と毒です。はい、これがボックスの4です。そして、ボックスの5なんですけど、すいません。上の2段。ここにね、12体ポケモンいるんですけど、これちょっと紹介を忘れてたポケモンたちでして、すみませんでした。完全にね、すっかり抜けてました。結構前に捕まえたポケモンなので、レベルが低いです。まず、ネッコアラですね。これは3目の時に出てきたポケモンです。絶対眠りだっけ？そう。常に夢うつつの状態で、絶対に目覚めない。眠ったまま攻撃はできるということで、眠らされても攻撃はできる。だから、いびきとかじゃなくっても、普通に技が使えるっていうポケモンですね。そして、ケンタロス。パート1のね、ムービーで出ていた時にすごい驚いたんですけど、ケンタロスね、真っ黒いケンタロスでした。こいつは経験値稼ぎによくね、使わせていただきました。そして、バチンウニですね。名前は5本ウニにしました。図鑑の中にね、なんか5本のなんだらか、トゲでうんたらかんたらって書いてあったんで、5本ウニにしました。そして、はい、元トカゲ捕まえました。なんかこれと、コライドン、ミライドンが似てるよっていう話をしてまして、どうやらこの子はよくわかんないんですよね。結局、ミライドン、コライドンにはあまり関わりがないみたいなイメージがあるんですけど、ちょっとね、この先のストーリーでもしかしたら影響してくるかもしれませんので、まあ、未来と過去と来たら今度は今でしょ。ということで、イマイドンにしました。そして、ペペ。フラエッテですね。フラベベが出てきまして進化させました。フラエッテですね。
この次の進化が確か石、光の石だかなんだかが確か必要だった気がするので、それはまた手に入れてからにしましょう。そして波イルカとかいうね、普通のイルカが出てきました。もうこれパッと見で出されてポケモンだって言われてもわかんないよね正直ね、今回のポケモンね、動物がなんかそのままパンパンパンって出てくるからパッと見わかんないんですよね。ポケモンだって言われないとわからないですね。イルカも出たし、豚も出たし、バッタも出たし、いろんなね、動物たち、昆虫たちが出てきてますけど、今回はイルカですね。名前はワードですね。まあ、エクセルでもよかったんですけど、ワードにしました。知ってる人いないでしょうね。昔のね、オフィスのソフトに、こういうね、イルカが出てきて、何か質問はありますかって、項目が出てくるんですよ。うざいほど。出てきてて、よくネットのネタにされてるのが、お前を消す方法って書かれてましたね。今、いないんだろうね。見かけないもんね、このイルカね。このイルカっていうか、その、オフィスに出てきてたイルカね、見ないもんね。そして、リングマですね。ヒメグマを進化させてきました。捕まえて進化させました。レベル30ですね。そしてジョー、マケンカリですね。3目の時にね捕まえておりましたが、ケケンカリにはちょっとまた特別な進化が必要で、氷の石だったかな確か。で、3名の時のやっぱりイメージがすごい強くて、こいつもね、確か特定の場所でレベル上げないと進化しなかったんですよね。なのでちょっと今回びっくりしたんですけど、氷の石が手に入ったら進化させられればさせたいと思います。あんまり氷の石って使わないからね。そして、陸クラゲですね。ノノクラゲの進化系になりまして、まあ、キクラゲポケモンだったんですけど、このキノクラゲですね。もう地面に足をつけて、うようよしてるポケモンでした。地面と草タイプですね。そしてイキリンコってことで、イキってるインコだったんでイキインコにしました。そのまんまですね。で、こいつは進化しないみたいですね。そしてこれが緑の姿ですね。いろんな色がいるみたいで、面白いポケモンだと思ったんで捕まえちゃいました。そしてはい、踊り鳥ですね。今度は赤い方の踊り鳥ですね。懐かしいね。こいつも3目の時には捕まえてました。名前はマニアです。踊り子だからね。そして前回のパートで主ポケモンとして出ていったズズミミですね。ミミズズ逆にしてやりました。鋼タイプですね。こいつもなんだかんだ経験値稼ぎには使えたかなっていう感じでした。そしてメロコが使っていたこちらコータスですね。炎タイプでした。せっせ。あとはあれかな、オメガルビーとかアルファサファイアの時にもジムリーダーが確か使ってましたよね。アスナだっけな、確か炎タイプのジムリーダーが使ってました。そして、バスラオですね。赤いバスラオだったんで、赤ラオとつけてあげました。こいつがモンスターボールで全然捕まらなかったので、残念ながらね、なんか特殊なボールで捕まえました。虫とか水だったかなタイプのポケモンが捕まりやすいとかっていう、モンスターボールでちょっと捕まえました、今回は。珍しいですね。そして来ました。タイレーツ。こいつのニックネームがお気に入りですね。すいませんね。今日ね、喋ること多いからめっちゃ噛むけど。V6 ですね。お気に入りですよ。V6 揃えましたよ。やったぜ。ということで、隊列。すごいね、こいつ。テラスタイプが剥がれなんだね。あれ、こいつあれかな、テラスタルするところを捕まえたんだっけな。ちょっと記憶がないですけど、そういった特殊なポケモンが多分テラスタイプ変わってくるんだろうな。この前捕まえたニャースもそうでしたし。そして、花蛇ということで、サダイジャですね。砂蛇を進化させてきました。地面タイプですね。頭にね、ポンデリングがついちゃったってことで、ドーナツ食いてえな。そして、ベトベトン。まあ、ヌメヌメですね。ベトベターを捕まえて、レベル38まで上げました。そして、ラストということで、サナギラスですね。こいつはまだレベリングの途中なんですが、はい。あとはバンギラスに進化させてって感じですね。そして、オーガー。ルチャブルですね。今回、コライドンが新しいね、技というか、覚えてくれたので、高いところまでジャンプすることができるようになって、いろんなところを探索してたんですけど、その中で、こちら出てきました、ルチャブル。そして同じく新しい場所で見つけました、ハブネークですね。てっきりバイオレットでしか出ないかなと思ってたんですけど、このスカーレットで両方ね、前回のニャングースと同じく、このトモくんも出てきてくれました。そして、ストライク。セカンドということで、僕がムスル大会で捕まえたポケモンですね、昔。で、残念ながら2着に終わったっていうことでした。そして、トドンということで、トリトドンですね。カラナクシを捕まえて進化させました。ピンク色のが欲しかったんですけどね、残念ながら。
青色でしたね。まあ別にいいんですけど。こいつは剣盾の時にスタメンに入れてました。あとはね、フリー対戦の方も昔やったことがあるんですけど、その時にね、先生の爪持たせて活躍してくれたポケモンでした。お気に入りです。そして、ストリンダーということで赤ちゃんのポケモンを捕まえて進化させました。こいつは、性格によって姿が変わるっぽいので、ちょっと厳選したかったんですけど、まあちょっといいやと思って、いっぱいね、性格あるんで、諦めちゃいました。ということで、上の2段が、紹介し忘れていたポケモンで、残りの、下の2段ですね。こちらの方が、新しく捕まえたポケモンですね。で、進化をさせてます。レベル40までっていう目標でね。そしてまだいます。ここですね。はい。はい、ルカリオですね。リオルを捕まえて進化させました。意外とね、安らぎの鈴持たせてるんですけど、今、こうやってお見せしてる通り。レベル34までかかっちゃいました。ちょっと持ち物預かっとこうか、後で。あ、てか、いいわ。もうもらうわ。そして、トノガマ。はい、ドクロック。こいつはですね、アルセウスの実況でスタメンに入れてまして、で、アルセウスの時のレベリングにもすごい使ってました。ちょっとね、山を越えたところにね、たくさんいてですね、ちょうどいいレベルで、ガン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 、スタメンのレベルを上げてましたね。だいぶ活躍してくれました。ドクロックね、昔お世話になったお偉いさんにね、そっくりなんだよね。超似てるからね、この人。ドクロックに似てるなと思いながら、いつもね、お世話になってましたけど。こんな感じですね。すいません、どうでもいいですね。そして、アメラってことで、ヌメールですね。ヌメラが出てきてくれましたので、捕まえてレベル40まで上げています。あとはレベル50まで上げて、雨を降ってる時にレベリングっていう感じでやってくれれば、ヌメル号に進化すると思いますので、またね、その時にお見せしましょう。まあ、いつかね、ヌメル号もね、スタメンに入れたいなと思ってるんですけど、なかなか機会がなくて残念に思ってる次第でございます。そして、テブリムってことで、プププですね。こいつも剣盾だったかな？確か、ライバルの男の子が使ってましたよね。ライバルポジションって言えばいいのかな？フェアリータイプ使ってくる男の子が使ってたような気がしますけど、なんか見た目がカービィに出てくるキャラっぽかったんで、プププとつけた記憶があります。で、こいつはあとレベル2ぐらい上げれば進化するはずなので、もうちょっとだけレベリングしておきたいと思います。そして、皆さん大好き、チャーレム。アナさんですね、ダイヤモンドの実況をした時に、スタメンに入れましたけれども、まあ、そうですね。皆さんからすごい勧められていたポケモンでして、いろんなね、なんだっけな、雷パンツとかその辺を覚えるのかな？それで結構お勧めされてたんですけど、なぜかね、昔から僕は別にこいつを特別好んではいないんですよね。すいませんね。まあ、まあまあまあって感じかな。そして、イリス。オノンドですね。いやー、懐かしいですね。こいつは、X の時かな？違うか、Y か。Y の実況の時にスタメンに確か入れてたような気がしますね。だいぶ後の方にしか出てこないので、こいつは捕まえるのに結構苦労した気がしますけど、攻撃力がめちゃめちゃ高いんだよね。そう。すごいよね。攻撃だけがすごい突出して高いんですよね。99もある。めっちゃ高い。ということで、まあ、こいつもね、おののくせに進化したらまたお見せしましょう。そして次からですね、進化の石を使い始めました。ライチュウですね、ザケルを進化させてきました。なんか普通の姿のライチュウはね、こういう風にリアルな感じで見るのはかなり久々な気がするんですけど、こんな感じですね。そして、キマワリですね。はい、草タイプのジムリーダーの時にね、散々ね、連れ回していたんですけど、キマワリ捕まえたというか、ヒマナッツを進化させてきました。太陽の石ですね。そして、ウィンディさんですね。懐かしいですね。こいつもね、まさかね、野生で出てくると思ってなかったんですけど、レベル30ぐらいでそこら辺にいましたよ。びっくりしました。まあ、経験値として倒しちゃいましたけど。ウィンディですね。炎の石を使いました。今回さ、レベリングしてる時に石がたくさん手に入っていたんで、これ余裕だぜと思っていたんですけど、このね、普通に、スカーレット、バイオレットでは石が買えるっていうね、びっくりしました。炎の石、水の石、雷の石、リーフの石は確か3000円で買えました。びっくりですね。さあ、そんな感じですかね。よし。報告忘れはないな。オッケー。すいません。ちょっとね、たくさんのポケモン紹介していたんですけれども。はい。これで一応全部紹介し終えました。やったぜ。ってことで、そんな、びっくりした。たまにね、しょうがないね。データ容量多いから重くなっちゃうんですけど、そんな感じでポケモン図鑑がですね、
やったぜ。ということで216匹になりました。やった、ついに200匹超えましたね。で、戦った数は247匹ですね。まあなので、まあ400だとしても半分をついに迎えることができましたね。いいですね。ジムバッジとかは全然ね、集められていないんですけど、こうやってね、ちま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 ポケモンをレベリングしてたり、集めたりしてるので、こういう感じでどん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 埋まっていってますね、本棚が。これはこれで嬉しいです。まあ、頑張っていきましょう。ということで、またね、報酬をもらって、はい、石をもらう、飴をもらう、いいね。こうやってね、一気にもらうのが楽しいですね。はい。いいね。おー、いいね、いいね。月の石、やった！これは嬉しいな。タイマーボールだ。月の石はありがたいですね。まあ、もし使う機会があったら使いましょう。ということで、大変お待たせしましたが、今日の目的地にさっさとね、向かっていきたいと思うんですが、結構ね、これ遠回りしなきゃいけないのかなと思ったんですけど、まあ、こっちからぐるーって行くか、それかもうこっちでショートカットして、ショートカットじゃないのかこれ。確かこの細い道をぐるーって。あ、じゃあ結局ぐるーって回んなきゃいけないのか。しょうがねえな。まあ前半でね、だいぶポケモン紹介で時間使っちゃったので、まあざっと投資でもう一気にね、ここまで浮くようにしちゃいますか。ちょっとじゃあ、ここまで空飛んで一気に行っちゃいますね。頑張ります。よし。なんか急にレベルが上がったんだけど。大丈夫かな？これまた順番間違えたパターンじゃねえか？ほんとにもう。さあ、闇ラミを捕まえました。闇ラミ、暗闇ポケモン。暗い洞窟に住処を作り、鋭い爪を使って宝石を掘り出しては食べる。闇ラミか。逆にしてましたね。ラミ闇ですね。うーし。いや、トウモリ。ちゃんとメスを捕まえました。オスばっか出てきてたんでね。結構時間かかりましたけど。ヤトウモリ、毒トカゲポケモン。獲物を挑発して、狭い岩場に誘い込み、フラフラになる毒ガスを吹きかけ、仕留めるのだ。ヤトウモリ。与党。野党に対して与党か。さあ、こいつもボックスですね。いやー、来る順番間違えてますからね、これ。明らかに。よーし、こいつ欲しかったんだよな。モノズ。トレーナーが使ってて欲しいなと思ったんですけど。おー、なんだ、カメラ、カメラ割り込んでくんじゃねえよ。モノズ、粗暴ポケモン。目が見えないので、何でもとりあえずかじって確かめる。なっつくまでは傷だらけになる。かわいそう。なんか目が見えないポケモン多いね。この子といい、ズバッとといい。モノズか。かなり久々に捕まえたので、全然名前の由来を覚えてないんですけど、ユキと名前をつけてました。なんでだろうね。オッケー。いいね。どんどん捕まるね。レベル40近いのに。普通にモンスターボールで捕まるぞ。キラーメだって。こいつも新しいポケモンですね。岩毒。草かと思ってた。キラーメ、鉱石ポケモン。洞窟の壁から栄養分を吸収。毒の結晶でできた花びらを身にまとう。毒のポケモンだったんだね。毒の結晶か。じゃあ分かりやすく毒梅毒梅ね。進化すんのかな。オッケー。オッケー、捕まりました。みんな大好き深丸ですね。やっぱり進化系の名前が思い出せません。あれ、今ね、捕まえてる時にずっと思い出そうとしてたんですけど、マジでこいつ思い出せない。なんだっけ名前
なんだっけ、本当に思い出せないわ。編集するときに思い出します。ごめんなさい。これね、前もね、また思い出せなくなっちゃって、コメントでたくさん思い出させてくれたんですけど、何なんだろうね、こいつね。あんまり使っ、一応ね、スタメンには入れたんですけど、一回ね。それでも思い出せない。ひたすら頭の中今、バンギラスしか出てこないんだよね。まあいいや、深まる、陸ザメポケモン。穴蔵に潜み、獲物や敵が横切ると飛び出して噛みつく。勢いあまり、歯が欠けることも。メガ進化すると、S が下がるっつって、みんなね、メガ進化させなかったんだよね。うわ、やばいね。全然思い出せないわ。超有名な、使用率1位を取っていたポケモンだったんですけど、ニックネームね。まあ、レート1位をね、取っていたと今言ってたんですけど、そのね、レートという名前をそのまんま使ってましたね。ダイヤモンドの実況の時にね、入れてたんですけど、あれ、マジで思い出せない。なんでだろうね。まあ、進化したらまたお見せしましょう。捕まえました。墓地。絶対このタイミングで捕まえるポケモンじゃないよね、ここで。絶対さ、もっとレベル低い状態で捕まえるんだろうな。明らかに進化系っぽいポケモンもいたけど。墓地、お化け犬ポケモン。人と関わることなく命を落とした野良の犬ポケモンが生まれ変わったと言われている。墓地。かわいそうだね、なんかそのまんまの名前で墓地って。じゃあ、墓で。墓じゃないですよ。墓。イントネーションが違うからね。墓ちゃん。はい、ボックスに送ります。君は多分違う場所で捕まえるべきポケモンだったんだろうね。オッケー。クレッピー、出てきました。やっぱ強いね。レベルが高いわ、この辺は。クレッピー、鍵束ポケモン。金属イオンも吸い取った鍵はあっさり捨てるが、お気に入りは何十年も持ち続けている。そんな説明なんだ。まあやっぱり安直ですけどキーですね。あ、なんかスペース空いちゃったかな。まあいいや。 OK。 さあ着きました、ベイクタウン。これさ、来たのはいいんだけど、明らかにレベルが、団地で違うんですよ。ねえ。まあ、挑むは挑むんですけど、これストーリー影響出ないよね。なんか、言い回しがおかしくなったりしないよね。大丈夫かな？まあ、いっか、もうしょうがないな。ここまで来ちゃったからには、探索していきますか？あ、これあれじゃん。初代の時の、ポケモンたちのアイコンじゃん。いいね。これ、今の子たちわかんねえだろうな。何の模様だろうって思うんだろうな、これ。うわ、懐かしい。うわ、うわ、うわ、うわ。いいね。こういう、なんていうか、オマージュと言っていいのかわかんないけど、そういうのがあるといいですね、こういう。古参な人間にとっては嬉しい限りでございます。なんか、芸術家っぽい感じの街並みなのかな、ここは。とは言ってもね、それはもう草タイプのジムの街で散々ね、木回りのオブジェクトとか見てましたんで、そこまでは芸術って感じじゃないのかな。まあ、言うてエスパーだからね、ジムリーダーが。ちょっと特殊なのかもしれませんが。あ、ここがバトルステージか。じゃあ見るとこも見たんで、行きますか。トゥー頼む。お、誰だ？ミツナくんじゃありませんか。まだジムバッジ3つです。陽気調子でジムを巡っているそうですね。お、なんや？もしかして噂の、誰？髪長。へえ、自分強さえぐいらしいやん。はい、えぐいです。自分大物やな。女の人なの？彼女の名はチリ。ごめんなさいね。男だと思った。毎度、チリちゃんやで、チリちゃん。美人さんやけど、怖がらんといてな。少しふざけた女性ですが、小生と同じく、四天王。それ強えわ。いや、二
ふざけてへんけど。それにしても、かわいいだろ。自分、パッと見た感じ、なかなかおもろそうなんやな。我らがアカデミーの優秀な生徒、そうですぜ。転入生で優秀な生徒だぜ。ジム巡るんは、半分超えてからがきついねん。まだ半分も行ってねえけど。確かに、波のトレーナーは、大半がこの辺りで脱落します。へぇー。大半がってことは、急にレベルが上がってってこと？でも、自分は違うやろ。チャンピオンテストで待っとるさかい。残りのジムもせいぜい決まりや。つってもまだ半分ぐらい残ってますけど。分を祈っておりますよ。え、だって、虫？草？電気でしょ？で、今回エスパーだからまだ4つ目ですよ。結構終盤の方なんだろうな。これ6つ目とか7つ目ぐらいなのかな？わかんないけど。とりあえずエスパータイプっていうことなんで、相棒戦闘で行きましょうか。こんにちは。ようこそベイクジムへ。挑戦者のお名前、アイミツナです。当ジムリーダー、リップと勝負するには、ジムテストをクリアする必要が、はいはいはい。エクササイズ！おぉ！リングフィットやればいいのかい？リップが発明した、喜怒哀楽、ん？喜怒恐楽エクササイズ。哀楽じゃないの？最後まで成し遂げれば合格です。はい。詳しいルールは、当ジムを出て左手にあるエクササイズ会場の黒いジャージの女性。わかりました。行ってきます。黒いジャージの女性ね。行きましょう。あれ？黒いジャージの女性、これ先生じゃないの？こんにちは。先生じゃん。アカデミーの。ようこそ転入生。喜怒恐楽エクササイズ会場へ。え、でもお姉さん、格闘タイプじゃないの？使ってんの。なんでバトル科の木原先生がジムのインストラクターをしてるかって？ジムリーダーリップと私は子供の頃からの付き合いだね。負けた方が勝った方の言うことを聞くっていうルールで、ポケモン勝負して、それで、あ、負けたのね。まあ相手エスパーだしな。まあ、体作りにもなるし、授業がない時に手伝ってるんだよ。エクササイズのルールは簡単。私が手本を見せるから、同じ動きをするように。そんなポケスタ2のピッピのミニゲームみたいじゃねえか。それでは、ジムテストを始めるぞ。心と体の準備はいいか？いいぜ。あのミニゲーム超面白いからな。それでは、レッツエクササイズ！誕生を爆発させてくれ！お、リズムに合わせてやる感じか、音ゲーか？あ、相棒。はい。喜怒恐楽エクササイズに挑戦。はい。じゃあみんなもご一緒にだな。なになに？お。なに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 ？ああ、そういうこと？なるほどね。このマークに合わせて押せばいいのね。はいはいはい。ああ、2回やんの？これ。あ、なに？そんな連続でやんなきゃいけないのこれ。うわえ、これ やり方合ってる？え、そんなにやる必要ないのこれ。うわうわいや、とりあえず1回で収めておこう。なんか周りの人もそんなにやってないからな。これマークだと分かりにくいね。記号の方がいいわ。長いね。これいつまでやるの？あ、終わったわ。なるほどね。これで喜怒恐楽か。ああ。最高に素晴らしい。完璧な表現力ににっこり笑顔だ。体も温まってきたことだし、続いてはポケモン勝負で筋肉を追い込むぞ。え、格闘タイプと戦う？お疲れ様だったな。以上でエクササイズは終了。やったぜ。結果は文句なしの合格だ。結構めちゃくちゃやってたけど、あれはあれでいいんだな。はい。OK。喜怒恐楽エクササイズに挑戦合格。
まあそんなに難しいもんじゃなかったですね。さあ、いよいよジムリーダーか。超マジックマキアージュジムリーダーリッペ、行きましょう。さあ、行こうぜ。そうね、わかった。こっちで進めておくわ。もうなんかすげえ格好のお姉さん。キャッチコピーはわかりやすく、ナチュラルに美しさを。おお。アイシャドウの新色も、注文よろしくやろね。前回のね、なんじゃもといい、可愛くて綺麗な人ばっかり続きますね。いつもありがとう。それでは失礼します。肩になんか羽ついてますけど。あら、リップさん、メイクアップアーティストが本業なんだけどね、その肩のひらひら邪魔じゃない？木原ちゃん褒めてたわ。あなたとってもご一通だって。木原ちゃん、水菜ちゃん、かわいい挑戦者ちゃん。木肌って誰だ？あ、あの先生か。さっきの先生か。リッププロデュースのエクササイズで、さらに美しくなれて嬉しいでしょ。ポケモンの体も、ちゃんと綺麗にしてるし。あら。ナイス美意識。だろ？人間もポケモンも、身だしなみは大事だもん。誰でも買われるマジック。それがお化粧。それがメイク。お。チャーレも出してくんのかな？お。さあ行きましょう。4人目ですね。リキキリン出た。これが噂のキリン力の進化系ですね。後ろのね、頭が前に来たっていう。さあ行きましょう。これレベルどんなもん。50ぐらいいっちゃうかな。44。まあこっちもね、レベル上がってるのでいいでしょう。相棒がさっきレベルアップしてですね、じゃれつく覚えたんだよね。これはかなり強いですよ。さあ辻切り、変わってなければエスパータイプよ。耐えるね。リフレクター貼られるのは痛いな。痛いね。ちょっとここはもう筋切りでガンガン行くしかね。リフレクターは痛いよ。言うてキリン力捕まえてねえからな。そのうち出てくるんだろうか。サーナイト来た。こいつが厄介なんだよな。フェアリー技出されたら結構めんどくさいから、どうすっか。じゃれついとくか、トリックス、じゃれつくか。うわー、全然効かねー。マジカルシャインやばい。うわーうわー、相棒ぐわー、つえー、くっそ、やっぱ強いな。しょうがない、カナウちゃん行こうか。頼むぜ。デカハンマーちょっと使ってみようか。これ超強いんだよね。大きなハンマーを体ごとぶん回して攻撃する。2回連続で出せないんですけど、命中100の威力160ってとんでもねえ技なんですよね。行こう。うわー、潰したるでーん。つえー、リフレクター貼っててこれか。ナイスナイス、いいよ。全然ね、活躍するところをお見せできていなかったんでね、カナウちゃんは。さあ、神クラック覚えましたね。 OK。 クエスパトラ、クエスパトラってあれか、鳥になったやつか。エスパーどうする。せっかくだからカナウちゃんこのまま行ってみよっか。来た。ハンマーがでかすぎて相手のポケモンが映ってねえもんな。でかでかぶん回してみようぜ。うわー、やっぱ硬いか。シャドーボ、全然見えねえ。姿が全然見えない。よし、なくなったぞ。でかハンマーよ。うわー、そいやー。強い、強すぎるぞ。素晴らしい、やったー、おめでとう、レベルアップ。ハイヨル一撃、何それ。なんだ、ハイヨル混沌ってか。なんだなんだ、背後からハイヨル攻撃する、相手の特攻を下げる。どうしようどうしようかな。
ラスカのいらない、もしかしてこの調子でいくと。デカハンマー連続では出せないけど、そんな連続で出す技じゃねえしな。てか一回ラスカのちょっと消しとこうか。後で入れ替えもできると思いますんで、一旦ね。ハイユル一撃だって。フラージス、クソ、まだいたか。今ので終わったと思った。そっか、そういやテラスタルしてねえな、このお姉さん。言われてみれば、フラージェス、あ、フラージェスでラストってことは、ここでメガ進化じゃねえや、テラスタルしてくるから、やろっか。やるけどデカハンマー使えないよね。ブンマースでいこうか。多分エスパータイプでテラスタルするでしょ。さあ行こうか。頼むぜカナウちゃん。おお、頭に斧がつきました。はがねえ。プラゼスちゃん、お色直しよ。さあ生まれ変わるか。投げ方綺麗だ。おお、エスパー目ん玉がついた。ポケモンカードのタイプのあれと同じだ。でも見えない。ブンマース、くそ。ムーンフォース、うん、鋼だから効かないけど結構入ったな。じゃデカハンマーでおさらばよ。うわー、勝ちばったるでー。うわー、つえー。この技マジで強いな。オッケー、よく頑張りました。そんな重たいハンマーをブンブン振り回して、オッケー。今回はタイプ相性じゃなくてデカハンマーでひたすらぶっ飛ばしてましたね。あなたの強さは解けないマジック。どうもありがとうございます。後ろのチャーレムがものすごくさっきから気になったんですけど、一切出してくれませんでしたね。じゃれつきたかったわ。勝負に負けて美しさでも引き分けだなんて。引き分けか。まあミツラちゃんの場合、美しさっていうか可愛さだもんな。なんじゃもちゃんと戦うぐらいのレベルだもんな。あなたいい、すっごく最高。いずれビッグになる前にリップが囲っちゃおうかな。マジで、ちょっとでも僕は私はネモお姉さんがいるから。でも今はリップ自分磨きをやり出さなくっちゃ。はい、やったぜ。とっておきのポーズであげちゃうわ。なんだ、チューしてくれんのか。あら、ヨガってたわ。ヨガのポーズでした。オッケー。ひたすらチャーレムはくっついてくるんだな。ジムバッジを4個持ってたらレベル40までのポケモンが捕まえやすくなるし、言うことも聞くの。え、これさ、順番がバラバラでも、まあでもそっか、セリフはその個数に合わせてちゃんとなるようになってんだな、きっと。絶対この人4番目じゃないでしょ。体幹を鍛えればこの技もバッチグーで使いこなせるから。マジでチョベリグ、最キネじゃん。チョベリグじゃん、いいね。サイコキネシス、強い念力を相手に送って攻撃する。相手の特防を避けることがある。リップとのツーショット SNS に上げちゃダメダメよ。マジで YouTube に上げるけど。汗とかいろんなものがおけちょん、ちょっと落ちちゃった。まあいいぜ。どっちかというと僕はすっぴん派ですよ。なるはやでメイク直さなくっちゃ。ケツカッチンね。じゃあお疲れ様でーす。オツでーす。あー、ついてきた。うん、終わり。ん？あ、ネモお姉さん。あ、ミツナ。四つ目ゲットしたぜ。ちょうど終わったところ。お疲れ様。すごいミツナ、バッチ四つ目だったんだ。随分レベルの差がありましたけど、勝てました。もう半分だ。いいね。すくすくぐんぐん実ってる。それじゃあ今すぐ、私と勝負しよう。お、いいぜ。と、言いたいところだけど、今の私の手持ち、ジムリーダー用に挑戦してるんだよね。私も調整してますけど、順番を。ほー、勝負はお預け。なんて間が悪いの？そっか、悪タイプで。ああ、受けないんかい。ジム挑戦しないんかい。さて、ということで、ジムバッジゲットできました。無事4つ目ですね。明らかに来る順番が違うとは分かっていたんですけど、なんかブラッキーがいる。野生で出てくんの？
マジで？へえ。あれさっきのこいつ結局ね、名前がね思い出せずに終わっちゃいましたけど、まあ編集してる頃には思い出せるようになってるんだろうきっとね。うん。さっきね一瞬ねあれかなと思ったんですけど、また忘れました今の事務戦で全部頭から抜けちゃいました。なんだっけねまあいいや、編集してる頃には思い出してあーあーあーってなってるでしょうきっと。ほんとね、僕の中でこいつの鍵が薄くはないんだけどね、姿はね、すぐ浮かぶんですけどね。まあいいや、とりあえず最終進化したらまたお見せしましょう。ということで、とりあえずベイクタウンは終わってしまったので、とりあえずここのね南エリアは全部制覇したことになりますかね。うん、ここのエリアは全部終わりました。やったぜ。ということで、次回はこっち？ちょっと待ってね。南から上に向かいまして、西一番エリアかな？こっちの方に向かっていって、んで、ここだね。主バッジ飛行タイプだって、レジェンドルート。西一番エリア。大空の主を探そう。ということで、大空か。今度は飛行タイプが相手なので、まあ、多分エレモちゃんが、活躍してくれるのかなと思います。まあ、飛行タイプのポケモンってね、電気でイチコロなので、あっという間に倒してくれることでしょう。まあ、またね、この辺りで捕まえた強いポケモンたちもね、軽く様子を見ながら、まあ、もしレベリングするんであれば、軽くレベリングしておきたいと思います。よし。じゃあね、普通の人とは順番がめちゃめちゃな進行になっているので、大変ね、見にくいかもしれないんですけども、これからもね、またお付き合いいただければと思います。チャンピオンロードのね、バッジはあと半分となりましたよ。そして次は主バッジなんで、またねあのペッパーくんのポケモンのね怪我を直していければいいなと思っております。ということで、ここまでのお相手は私ゲーム実況者のミツでございました。 Twitter のブログやっておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。